ウィリアム・キャメロン、ウィリー・マッコールは、アメリカ海軍の中佐、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。STS-107 のミッションでは、スペースシャトルコロンビアのパイロットを務め、大気圏再突入時の事故で死亡した。マッコールは九百六十一年九月二十三日に、カリフォルニア州サンディエゴで生まれ、2 0 0年2月1日、着陸予定時刻の16分前に、 コロンビア号空中分解事故により、アメリカが集国南岸沖上空で、妻と子供を残して死亡した。趣味は、ランニング、マウンテンバイク、ハイキング、キャンプ、水泳、ギターの演奏、チス等である。ジョン・デノンのイマジンが好きで、ミッションの間にも聴いていた。好きなバンドは、レディオヘッドで、フェイク・プラスティック・トゥリーズは、ミッションの間の気象の音楽にも使われた。 マッコールはアメリカ海軍兵学校墓地に葬られている。マッコールは1986年8月に基礎的な訓練を終えると EA-6 の訓練を受けるためワシントン州ウィッピー等の第129戦術電子戦飛行隊に配属された。最初に参加した作戦では第132戦術電子戦飛行隊の一員として空母コーラルシーで 地中海に展開した。1989年11月、彼は海軍大学院と海軍テストパイロット学校の共同教育プログラムの学生に選ばれた。テストパイロット学校を1992年6月に卒業すると、彼はメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地の攻撃機テスト部門で TA-4J と EA-6B のテストパイロットを務めた。彼は様々な作戦で責任者を務めたが、最も大きな貢献は EA-6B の試験飛行を行ったことである。パタクセントリバーでの作戦の後、マッコールはウィッピー島に戻り、第132戦術電子戦飛行隊として空母エンタープライズに乗った。エンタープライズでの指揮により、彼は NASA の目に留まった。 マッコールは24の航空機で2800時間以上の飛行経験を持つ。1996年4月に NASA の宇宙飛行士候補に選ばれ、8月からジョンソン宇宙センターで訓練を受けた。2年間の訓練と評価を終え、パイロットとなった。最初はコンピュータ支援部門に配属されたが、飛行ディレクターの技術補助の仕事も行った。STS-107 で、 パイロットとして15日と22時間20分の間宇宙に滞在した。STS-107 はコロンビアを用いた16日間のミッションで科学実験が行われた。乗組員は2交代制で24時間働き約80の実験が行われた。STS-107 のミッションは2003年2月1日着陸予定時刻の16分前に 大気圏再突入に失敗して終わった。ありがとうございます。